In 2010, it was revealed by Jim Peniston that he initiated a download of information when he touched the pictorial glyphs on the craft of unknown origin during his investigation in the early morning hours of December the 26th, 1980, in Rendlesham Forest. His up-close investigation of the craft included photographs, measurements, and drawings, which he recorded into his USAF-issued notebook. Here you see the drawings of the unknown craft on that day. Sandai UFO 遭遇事件の一つと言われているのが、1980年12月26日に UK のレンデルシャムの森で起きた UFO 遭遇事件です。その事件では3人の兵士がその UFO に近づき、うち1人のジム・ペニソンという兵士がその UFO の詳細な記録を残していました。その記録の中には UFO の側面に書かれていた文字と思われる奇妙な幾何学模様が含まれていました。この動画の中でその幾何学模様について考えてみたいと思います。広し林浜祭りジャパン。 ET もしくは NT が残したと思われる文字と思われる奇妙な幾何学模様は実はあちこちで発見されています。皆さんをロズウェルへ案内します。1947年に起きたロズウェル UFO 墜落事件の時にもやはり文字らしきものが発見されています。こうした写真が現在リークされているわけですけども、これがその文字と思われる、まあ、幾何学的な模様ということになります。どうやら ET、NT はですね、このような文字を使っていると考えられます。そしてジョナサン・リード博士の UFO 遭遇事件の際にもやはり文字と思われる奇妙な幾何学模様が見つかっています。まあ、ジョナサン・リード氏はですね、森の中を散歩しているときに UFO および ET もしくは NT と遭遇したというわけです。で、この腕輪のようなものがその物体だと言われています。で、その物体にはこのような文字らしきものが描かれていました。そして冒頭で紹介しました1980年12月26日 UK のレンデルシャムで起きた UFO 遭遇事件の時に記録された、まあ、奇妙なですね、文字と思われる抽象図形があります。で、3人の兵士が近寄ってその UFO を調査したわけですけども、その中の1人がその UFO の側面に書かれていた文字と考えられる奇妙な抽象図形を記録したというわけです。まあ、その報告もですね、このような形で詳細に記録されています。そしてその記録は2010年に公開されたというよりもですね、英文の方では revealed となっています。つまり暴露されました。今ご覧いただいているのがその時に記録された、まあ、メモ書きということになります。それに基づいてといいますか、ジム・ペニストンの証言に基づいて、まあ、正確に描かれた図形がですね、この図形ということになります。で、これはどうやら文字らしいということになるわけですけども、これは何を意味するかということですね。で、最初からもう一度3つの文字を並べて見てみたいと思います。ロズウェルで発見された文字らしき抽象図形です。
そしてジョナサン・リード博士がですね、手に入れた腕輪らしきものに描かれていたやはり抽象図形です。そして左下がですね、レンデルシャムの森 UFO 遭遇事件の時に一人の兵士が記録した文字らしき抽象図形ということになります。そこで私はですね、その抽象図形の上段部上に書かれた丸と三角そして点で構成されている図形に着目してみました。まあ、側面ということですからこのブルーの部分あたりに書かれていたのではないかと思います。そこにですねこのような抽象図形が書かれていたわけです。でこれが何を意味するかですけども、これは私は数字ではないかと思いました。というのもですね、例えば戦闘機などでもこうした識別番号を書くのが一般的になされているからです。もちろん飛行機だけではありません。戦艦についてもですね、やはり同じように識別番号を書くのが習わしになっています。まあ、他にもですね、戦車などもやはり識別番号を書くのが習わしになっています。で同じように UFO もですね、そうした識別番号を側面にですね表現していてもおかしくはないということになるのではないでしょうか。つまりこのレンデルシャム UFO 遭遇事件の時に記録されたこの今赤い矢印で示した部分のまあ抽象図形はですね、私は数字であると判断しました。となるとその数字をどのように読んだらよいかということですけども、丸と三角とそして点で構成されています。でバリエーションを考えてみましたが、三角で赤い点を移動させることによって数字を表しているのではないかと私は考えました。でバリエーションはですね、ちょうど8つできるわけです。つまり数字で考えるならば8進数ということになります。0から8までの数字が三角形と点で表現されることが分かりました。となると三角形と点で0から7までの数字が表現されるということになりますが、もう一つ問題があるわけです。その三角形を丸が囲んでいます。で同じようにバリエーションをつなげてみるとですね、8進数で考えますと0から7までが丸のない数字、そして8から15までが丸のある数字ということになります。括弧の中がですね、これが8進数における数字です。でなぜ丸がですね一桁上の数字を表す記号であるかということについてですけども、私林浩は以前それについてこんな動画を発表したことがあります。これはですね、現在大英博物館に所蔵されている世界最古のゲーム版と言われているものです。20スクエアゲームボードとなっていますから、私は20マスゲームと訳しましたが、これはゲーム版ではありません。神々のカレンダーでした。その証拠と証明は別のところでしましたので、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。で、そのゲームボードなるものにですね、まあ、大変奇妙な模様がつけられていました。その模様というのは、まあ、5つの模様があったわけですけども、その模様をですね、解析している途中でですね、丸がですね、一桁上の数字を表しているということを発見しました。あるいは、まあ、人間風に言えばですね、10の位を表す数字であるということを発見しました。で今ご覧いただいているのはですね、メソポタミア周辺で見つかっている、まあ、現地ではバケツと言われているものですけども、要するに神々のハンドバッグということになります。でそのハンドバッグにですね、このような模様が記されていたと、
それを調べていたわけですけれども、その中でですね、丸で囲まれた数字は実は10を表しているということを発見しました。で、5種類の模様が描かれているわけですけれども、左上からですが、これが8方向に述べるイナンナ・イシュタールの紋章ということになります。その右はですね、5が4つありますから20ということになります。そして中央がですね、丸が5ですから5だと思いました。そしてその隣が12ですよね。そして一番右がですね、目をやはり丸が囲んでいるのが分かります。で、これらの数8、20、5ではなくて50と合わせると、まあ、数字が合うわけですけども、12、40は神々の神聖数であることが分かりました。順に左から8はイナンナ・イシュタールの神聖数です。そして20はシャーマーシュの神聖数ですね。50が、エンリルの神聖数で、12がこれがニンフルサーグの神聖数、そして40が延期の神聖数ということになります。特に50と40に注意してください。中央の50と、そして右の40に注意してください。丸で囲まれています。まあ、実際には絵の方では5と4と表現されていますけれども、丸で囲まれているからこれで50、40と読むというふうに私林浩司は判断しました。つまり丸で囲むということがですね、一桁上の数を表すということになるわけです。まあ、人間は十進数使ってますから、丸で囲むことによってですね、一桁上の10の位を表すということになります。この考え方を応用するとですね、つまり丸は一桁上の数を表すということになります。で、話を戻します。で、先ほども言いましたように、三角と点で0から7までの数を表します。で、7まで行ったら8進数ではもう一つ上の位へと移動します。つまりですね、例えば人間の場合は10進数で14とまあ表現して14の数を表しますけども、14に相当する8進数は16ということになります。繰り返しになりますが、三角と点で0から7までの数を表し、今度はそれに丸を付け足して8から15までの数を表すということになります。が、ここで大変興味深いことに気がつきました。このように抽象的な図形を用いて数を表すという考え方は、日本の神代文字のカタカムナに大変よく似ているということです。つまり文字そのもののコンセプトがよく似ているということです。これがカタカムナ文字です。やはり同じように抽象的図形を描き、そして点でその文字の読み方といいますかね、を表現しているという点です。そしてカタカムナ文字というのは基本的には数を表す文字であったという点にもどうか注意してください。繰り返しになりますけれども、カタカムナ文字はですね、このように抽象的な図形と点で表現されています。そのコンセプトはレンデルムシャムの森 UFO 遭遇事件の時に UFO の側面に書かれていた、私林浩司が数字と判断した文字と大変そのコンセプトがよく似ているという点です。で、カタカムナの方でもですね、左下のような数字が発表されていますけども、この数字とはあまり似ていないということですね。むしろ上の文字の方に似ているという点に注意してください。あくまでも似ているという範囲の話ですけども、しかし似ていないというにはあまりにも偶然的な一致が大きすぎるということです。つまり私は何らかの形でつながりがあるのではないかと考えています。で、結論ということになります。 ET あるいは NT ネイティブテラン、つまり地球定住型の人間以外の知的生命体たちはですね、いろいろな形でこうした文字を残しています。しかし一般世間では
こうした文字の解読というのは全くなされていませんが、しかし今日その短所を私林浩司はつかむことができました。レンデルシャムの森 UFO 遭遇事件の時に現れた UFO の側面にはこのような文字と思われる抽象的な図形が描かれていて、そしてその上の文字はですね、私林浩司は16進数で書かれた数字であると判断しました。あくまでも今の段階ではまだ仮説ということになりますが、しかしそれほど間違った仮説ではないというふうにも考えています。Recordings of U.S. military personnel investigating a suspected UFO landing has been released 30 years later. 事件から30年以上も経ってから録音テープに残っていた当日の交信記録が USA の軍関係者によって公開されました。それをまず皆さんにお聞きいただけました。事件というのは、シカゴ UFO 目撃事件、フラットウッドモンスター事件と並んで、近年になって起きた、レンデムシャルの森 UFO
目撃事件です。その事件は1980年12月27日にイギリスサフォーク州で起きました。広し林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのはウィキペディアに紹介されている、レンデムシャルの森 UFO 目撃事件の内容です、日本語版でも紹介されていますので、今日はその記事を朗読します。事件はあったのかなかったのか、イギリスでも最大のと言いますか最も注目されている UFO 目撃事件だそうです。ではお聞きください。レンデルシャムの森事件とは、1980年12月27日にイギリスサフォーク州のレンデルシャムの森で起こった UFO 遭遇事件である。ホルト中佐から英国国防省への手紙。1980年12月27日午前3時、イギリスのウッドストック空軍基地近くのレンデルシャムの森に正体不明の光体が降下していくのを基地の米軍警備兵が目撃した。3名のパトロール兵が森に向かうと、そこで光り輝く金属製で直径3メートルの三角形の飛行物体を発見した。物体は赤い光と青い光を発していた。パトロール兵が近づくと、飛行物体は姿を消した。翌日の12月28日、飛行物体が目撃された地点に3つのくぼみが発見された。放射能測定を行ったところ、最高 0.1 ミリレントゲンのベータ・ガンマ量が検出された。翌日の12月29日には森から太陽のような光が目撃された。光は5つの破片に分裂し姿を消した。その直後、空に3つの星のような物体が現れた。飛行物体は青、赤、緑色の光を放ちながら鋭角的に移動した。物体は楕円形から完全な円形に姿を変えた。物体は2、3時間にわたり観測され、時折地上に光を放射しているようであった。一連の出来事は、米空軍基地司令官のチャールズ・エル・ホルト中佐を含む複数の人により目撃された。この事件はホルト中佐により報告書にまとめられた。このホルト文書が1983年にアメリカの情報の自由化法によって公開され、News of the World 誌が一面で報じたことにより、初めてこの事件は一般に公になった。ホルト中佐ら基地の関係者たちは、UFO の着陸は公式に認め、宇宙人に関しては否認している。多数の米兵が目撃したことや公式の報告書が公開されたことから、UFO 目撃例の中では比較的信頼性の高い事件とする見方も多い。英国では最も有名な UFO 目撃事件となった。研究者のブレンダ・バトラーとドット・ストリートはこの事件を本にまとめ出版した。その本、謎のウォルト文書では匿名者による証言が紹介されている。
そのうちの一人、スティーブ・ロバート、仮名の証言によると、事件のあった森で総司令官のゴードン・ウィリアム将軍が宇宙人と話をしているのを多くの軍人が目撃したという。宇宙船の搭乗員は光の中で修復作業をしており、フィルムや写真も撮られたが、上級将校たちによって没収されたという。後にウィリアム将軍は事件当日にエイリアンがいたことは否定したが、ホルト文書の内容自体は正しいと発言した。もう一人の証言者、ジェームズ・アーチャー、仮名によると、森の中には三つの脚を持った3メートルの三角形の飛行物体があったという。物体からは青、赤、白色の光が出ており、飛行物体に近づくと無線機は作動しなくなった。その物体の中にはロボットのような何かが確かにいた、とアーチャーは証言している。その物体は森の中を動き回っていたが、やがて猛スピードで飛び去った。アーチャーの証言とホルト文書といくつかの点で食い違っているが、共通点も多い。なお、アーチャーの証言はホルト文書が公開される2年前の1981年に行われている。ラリー・ウォーレン軍曹の証言。事件当日、ウォーレンによれば12月27日ではなく12月30日であったという。緊急出動を命じられたラリー・ウォーレンは森の中で内部が透き通って見える黄色い光を放つ円盤を見たと後に証言した。ウォーレンによると円盤は空中に静止したかと思うと突然爆発し、金属製でドーム型の UFO に変貌した。UFO には突起物や機械、翼のようなものがついていた。UFO の表面には、ウォーレン本人の姿や、近づく兵士の姿が映し出されていた。ウォーレンはそこで気を失った。空軍基地でウォーレンは、一連の出来事を口外しないよう制約を受けた。しかし、電話で知人にこの話を打ち明けたことが発覚し、ウォーレンは除隊処分となった。ウォーレンは UFO から宇宙人が出てきて、ウォーレンと会談したと考えており、空軍基地でその記憶を失ったのではないかと語っている。後にウォーレンは対抗催眠の状態で、UFO のイラストを描いた。ウォーレンの証言は多くの点で他の証言と食い違っており、矛盾点もあることから、その信憑性を疑う声も上がっている。その後の展開。その後の調査から、研究家のブレンド・バトラーらは、政府は軍の最高機密に属する宇宙船の実験の失敗を UFO 事件に仕立てて隠しているとの説を唱えた。2009年になり、ピーター・ターティルと名乗る男性が、あの事件は自分の仕業だったと名乗り出た。しかしその証言の信憑性には、ブレンダ・バトラーを含めた多くの研究者から疑問の声が上がっている。2013年にアメリカで行われた公聴会であるシズンズ・ヒアリング・ディスクロージャー公聴会にて、レンデル・シャム事件についての新たな証言が得られたとされる。こうした
事件を通して言えることはですね、結局は誰に立証責任があるかということになるわけですよね。つまりこうした事実があるにもかかわらず、否定、否定、否定する人たちが一方にいるわけです。で、そうした人たちに対してね、いや、いるんだということを、まあ、懸命に、まあ、私たちは訴えているということになります。で、相手側の人たちはですね、立証責任は私たちにあると言わんばかりに、もう細かいところをついて、あれこれ、あれこれ、まあ、なんて言いますか、言ってくるわけですね。まあ、要するに、立証責任は、君たちの方にあるんだと。だから完璧に立証しろと。が考えてみればおかしなことなんですよね。そうでしょ？なんで私たちに立証責任があるんですか？そして相手の方たちはですね、どうして、まあ、細かいところまで、まあ、あれこれ重箱の底をほじくり返すようなことを言ってですね、そして一つでも矛盾点を見つけたりすると、完全否定へと持っていくわけです。まあ、随分勝手な話だと思いますね。まあ、要するに、否定派の人たちには、夢も希望もない。まあ、つまんない。頭のコチコチの頭に、まあ、カビの生えたような人たちだということになります。まあ、そうした印象を、この事件を通しても、私は感じました。バイ。最後に、こんな資料も手に入りましたので、皆さんに、報告します。その UFO に近づいていった3人の兵士のうちの1人がその UFO を間近に目撃し、その UFO の側面に書かれていた文字らしきものを正確にノートに写し取っていました。1980年12月26日の朝のことでした。写し取った兵士の名前はジム・ペニンストンでした。ジム・ペニンストンはその事実を2010年になってから公表しました。今ご覧いただいているのがその UFO の側面に書かれていた文字ということになります。